こんにちは、串本大島笠取研究所海進でございます。今回はですね、旋回翼、旋回のグレツリポイントでございますねの、グレツリの様子をお届けしようというふうに思います。本来ですね、この釣りの初日、13日はですね、こうイワシ餌の目白釣りを予定してましたですけどね、まあ、東の強風で旋回40メートルの釣りは危険と見てですね、まあ、急遽奥で釣りをすることになりましたです。このポイントはですね、こう東寄りの風は三岡島の風裏ということでですね、少しぐらい吹いても、まあ、どうってことないと言いますかね、まあ、これまでの経験則から言っても、まあ、東の強風の時はですね、こう良い目を見れることも多いので、まあ、潮さえ変な方向に飛ばなければ、まあ、なんとかなるんじゃないかなというふうには思ってましたですね。で、この日はですね、まあ、午前中が引きの潮で、まあ、午後から満ちの潮ということで、まあ、このポイントのパターンで言うとですね、こう昼からの釣りにこう期待が持てるわけなんですけど、午前中の引き潮がですね、こう変な方向に行かなかったので、まあ、午前中からなんとかなりそうな感じはしてましたですね。まあ、なんてことを思ってたらですね、こう朝一から三の字が連発だったわけですけど、まあ、三の字もですね、ブレも、まあ、釣り方自体は同じでございますからね、まあ、魚が変わるのを待つだけっていう感じだったですね。まあ、でも結果から言うとですね、こう引きで食ってきたのはこの3の字2匹だけでですね、この後こう干潮からこう潮が返してくるまで当たりがなくて、まあ、その間にですね、こうカメラのバッテリーが切れてしまってですね、こういい魚とやり取りをしている映像が今回はないんですよね。まあ、というわけで釣りをしている雰囲気だけ映像にしてですね、こう何かね、こういいお話でもできればなっていうふうに思います。秋の旋回のグレ釣りポイントはですね、まあ、飲ませ釣りも有力ということで、メジロとか、ね、潮のようなこう青物の他にですね、まあ、ヒラメであるとかクエの子なんかも狙えるので、まあ、沖竿で一本飲ませ釣りを出しておきたいところでございますね。まあ、そんなこともあるので、こう朝一番はですね、刺し餌は朝ばかりにせずにですね、ペレットで小魚も一緒に釣れるようにやってましたですけどね。まあ、これでうまい具合にこう小アジが釣れたので、まあ、早速ね、飲ませ釣り用の道具を入れましたですけど、まあ、今回はですね、飲ませ釣りの当たりはなかったですね。まあ、ちなみにですね、小サバも飲ませ釣りの餌にはできますけどね、小サバの場合はですね、こう餌持ちが悪いというか、すぐに死んでしまうので、で、死に餌になるとですね、このポイントはですね、こうウツボがかなりうるさいですからね、まあ、できればですね、アジの方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、サバで当たってくるやつはですね、こうヒラメにしてもクエにしても両肩が多いので、まあ、できればですね、こう刺身にしたいわけなんですけど、まあ、比例してウツボも多くなりますしね、死に餌の状態でこうそこに到達してしまえばですね、まあ、今度はですね、結構なエイが当たってきたりもしますからね。
まあ、あのこのカセではですね、こうグレ釣りがかなり忙しいですしね、こうできれば、まあ、ほったらかしでやりたい釣りっていうだけにですね、まああの写真はね、アジの方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。頑張れ。この後ですね、カメラの電池切れでこうまともな魚を釣ってる尺がないんですけどね、この日はですね、グレは47、8センチのお頭に6枚、アイゴはですね、こう大型を中心に4枚、それと、3の字2枚の超過がありましたですね。午後からね、こうかなり活性が高かったので、こう撮影は昼からにすればよかったと思いましたですけどね、まあ、あの午前中もね、こうかなり感じが良かっただけでですね、こう見事に騙されましたですね。まあでもあのグレが釣れ出したってことはね、こう分かっていただけると思いますから、あの興味のある方はですね、こうぜひね、あの仙台にグレ釣りに行ってみてくださいね。さて2日目の状況でございますけどね、あの水の活性は非常に高かったっていうふうに思います。刺しやアオサにしてもですね、こう餌取るに取られまくって、まあ、ほとんどね、こうまともな形状で帰ってこないような状況が続いてましたですね。あのこういう時はですね、こう巻きを緩めるのではなく、逆にですね、こう量を増やして、あのポイント全体の活性をガンガン上げていくのが得策というか成功法なんですね。まあ、あの基本的にですね、こう餌取りも本命もまあ同じようなところにいますから、マケの量を増やしてですね、こう一気に餌取りも本命も集めてしまって、で、あの、アオサでコツコツと本命だけを抜いていくような、まあ、そんなイメージでございますね。まあ、餌取りもですね、こう、刺し絵のアオサを取りますけどね、マケの効果で、こうね、スイッチが入った本命がそばにいればですね、あの、本命の方がスピードに勝るので、まあ、この方法できちっと釣れますしね、肩も数も普通に出ます。これね、すごく大事なことなんですけど、アオサってですね、こう、アオサの刺し絵って、こう、巻き絵である程度、魚をコントロールすることで、まあ、食わせることができますからね。まあ、アオサで釣りたい場合はですね、必ず巻き絵を多めに持っていくようにしてください。で、アオサはですね、こう、単体ではほとんど思うようには釣れないです。巻き絵のペレットとの相乗効果で、初めてその役割をきちっと果たせるっていうふうにご記憶いただければいいっていうふうに思います。ですね、前日に吹きまくった、まあ、東の強風はなかったんですけど、まあ、午前中はですね、こう引き潮の時に起こりやすい、ね、北方向に吹っ飛ぶダメ潮が走りまくりましてですね、まあ、というわけで午後からの撮影にしましたですけどね、カメラの不具合と電池切れでやっぱりこうまともな尺がほとんどなかったです。今回の動画はね、本当にね申し訳ないですね。
まあ、あのハンディカムが壊れてですね、 GoPro オンリーで撮影をしているので、まあ、撮りっぱなしができないからこうなったわけなんですけど、まあ、ハンディが来るまでもうしばらくこんな感じの動画が続きます。まあ、ご理解をいただければというふうに思います。さて、今回ですね、愛琴さんの字が、まあ、長官の中にありますけど、まあ、この二吉に関してですね、まあ、なかなか抜け切らない偏見とでも言いますかね、具体的にはですね、まあ、臭いっていう人が多いわけですけど、まあ、この福島と大島の湾内で取れる、まあ、愛琴さんの字はですね、まあ、釣れたらぜひ持ち帰って、まあ、食していただければなっていうふうに思います。まあ、特に三の字なんですけどね、大手回転寿司チェーンの、くら寿司がですね、商品化に取り組んでるようで、まあ、具体的にはですね、三の字にキャベツを食わせると臭みが消えて、柑橘系の香りが出てきて非常に美味しい魚になるということなんですけどね、まあ、串本の三の字はですね、キャベツは食ってないと思いますけどね、まあ、同じような体質変化が起こってるんじゃないかなっていうふうに思われます。まあ、一般的にですね、こう磯臭いとか、まあ、猫またぎなんて呼ばれる魚もですね、この周辺で取れるものはまあ全然違いますしね、まあ、グレもですね、一般的に美味しいと言われるグレとですね、こう全く別物の旨味があります。これね、食べた人ほぼ全員が同じようなことを言いますしね、三の字とか愛琴も全く同じで、まあ、食べた人はやっぱりすげえって言いますからね、今度行って釣れたらぜひ持ち帰ってお刺身にしてみてくださいね。まあ、こんな感じでこれからも串本のカセ釣りのいろいろな情報をどんどん展開していきます。ぜひともチャンネル登録をしていただいて一緒に研究していただければなというふうに思います。ではでは次の動画でまたお会いしましょう。